タコン TV 今日の企画はカフェピアノです。多分ねもうタイトルで皆さんねお分かりだし、ここでもお分かりだと思います。ヤマハさんにすごいお世話になってますね。もう頭が上がらないとはこのことだなっていうところなんですけど、なんとね撮影させてくださいってメールをねしたところ、もうぜひということで、なんだったら貸し切りにしますって。このカフェピアノ企画っていうのはピアノの空いてあるカフェにいきなり行って、まあ、弾けるかどうかみたいなところをね楽しむで企画なんですけど、貸し切りだから弾ける、スイーツ食べれる、飲み物飲める、神レビュー聞ける。トシさん、僕ね本気でやってるんですよ。これね狙ってるだろうとかいうご意見いただいたりします。でもね本当にやってるんですよ。自分でも見返した時に本当に大丈夫ですかあなたって自分で言ってるぐらいだから、頑張っていきたいと思います。まあ一応楽しみですね。うわーすごい、すごい、なんか本とかもある。これって勝手に読んでもいいんですか？勝手に持って帰ってもいいんですか？それはダメですか？全部音楽に関係する本ですね。ね、知ってました？ヤマハカフェ。いや知らなかった。初めて知ったんですよね。調べてある。まあ、席に着きましょうか。はしゃいでないで。静か。誰も、我々しかいないですから、ね、美味しいのいっぱいあるんだろうな。あ、ありがとう。なんかおすすめとかってあります？おすすめですと、当店、まあ、よく出るのはこっちアフタヌーンティーセットでございます。あ、この段差になってる、はい、あのタワーに乗ってという感じですね、まあ、あのちょうどお二人様からご注文いただけるもので90分のフリードリンクがついてまいります。90分のフリードリンク、はい、じゃあそれと今ね見てて気になったのがあって4つね、まあ、ここに出てるかな、音楽家のね関連してるもの、ブラームスに関係してたりとか、サティもそうだし、ウィリアム・テル、じゃあベアファンシーネーション、ベアファンシーネーション、はい、いいこれ。パフェもおすすめなんですか？はい、あの一応ですね、まあ、当店いろいろなメニューもあのパフェワルツフォーベリーといって、まあ、ちょっとダジャレっぽくなってますけれども、なるほど、ワルツフォーベビーの、はい、ディル・エヴァンスの、はい、じゃあパフェも2つ、パフェ2つ、はい、お願いします、はい、ベアファンシーネーションでございます。なんか洗濯バサミみたいなのがついてる。おしゃれすぎる。じゃあベアファシネーションのストーリーカードでございます。じゃあてか洗濯バサミこれなんて言うんだろうね。え、すごい美味しそうじゃない？クリップ、クリップだ、うん、よかった今日トシさんがいて。いただきます。いただきます。これ八角だ。あ、まあいいや、なかなか飲めない。梨、すごい梨、すごい梨をあの食べてる感じ。梨より梨ってこと？梨より梨になってる。これ入れるのかな。あ、でも結構強靭に掴まれてるわ。まさに強靭って言葉大好き。すだちかな。え、それ食べられないやつじゃないですか。聞いてみよう。あとで聞いてみよう。あのところ梨しか情報が入ってきてない。ああそうだね、この星の形したやつがちょっとね、うん、スッと出てる。またドリンクちょっとまたドリンク来た。すみません、これって、はい、食べれる？こちら自家製のドライレモンなのでそのままお召し上がりいただくともできますし、あのドリンクの中に入れてこう一緒に混ぜてお召し上がりいただく。これはこちらは、スターニスの八角と言われる、はい、八角やスパイシーな感じの風味が出ますので美味しいです。ありがとうございます。すごい、すごい。甘いものだけじゃないんです。恥ずしいのかな、出ないよ。え、出ない。待って待って待って、外せないじゃん。じゃあアフタヌーンティーって知恵かな。すごい。じゃあまずは一番気になってる
美味しい。なんだろうね、ちょっとねシャコシャコしてる。なんかで割かしね甘さは控えめで、ちょっとシャコシャコしてて、上に乗ってるのはだからシャコシャコしてるやつクランベリー、ブルーベリー、お、シャコシャコでしょだから間違ってないんだよ。うん、これは美味しい。同じこと言ってるな、同じレベルだまずいこれやっぱ気になる。これおそらくね、うん、シュークリームだと思う。うん、うん、うん、おいしい。ホイップチョコの笑ってな言う前から笑ってんだもん。バイオリン型ですよ。うん、チョコレート何個でもいけるやつ。ワルツフォーベリーでございます。ジャズのトリオ編成をイメージした3種類のベリーを乗っけています。美味しそうだね。うん、ファミレスにあるパフェと違う、超大人。なんかさ、明太子みたいじゃないもうダメなやつばっかりうん、美味しい。これその透明の部分がすごい気になる。うん、これね、白ワインのねゼリーです。ゼリー、うん、美味しい。食べたことない。高尾さん、パフェ多分そのスプーンじゃないって。短いやつ、こっち長いやつありますよ。これだ、だから入ったないんだ。そうだ、それで下からちゃんとすくえる新幹線に乗って楽しかったですね。楽しかった。どうしたの、唐揚げ弁当食べてたでも選定の3台が本当にどれも良くて、うん、迷ったね。迷った。絶対に1人じゃない方がいい。1人じゃね、もう迷いの森に入る。だって3台ともどれもいいんだもん。でもそれだけやっぱり一目惚れしたあのエスプレッシーボ、うん、ポテンシャルが高いんだもん、うん、財力があるんであれば3台買えばいい選定室買うみたいなそう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 、あのまま。深い深いプロフェッショすごかったね。これ本当に生の音ですよね。スピーカーじゃないんですよね。本当に楽器から鳴ってる。いやー、このいい演奏聞いちゃった。すごい。このままの勢いでさ、チャンスです。これ弾いていいか聞いちゃうか。すいません。僕も弾かせていただけたりします。こちらを弾いていただけないんですか。あ、分かりました。弾けまさかまさかの。あ、じゃあ。ただですね、別のフロアのサロンに新作エスプレッシーボを用意しておりますので、そちらであれば。え、あの、上にあるサロンですか。コンサートサロン。ちゃんとした、あの…びっくりした。いいんですか。すごい、遊び心満載だね。いきなり流れるバー、弾かしてくれないからのサロンを用意してくれてるっていう。すごくないですか。え、じゃあ、だってさっきの曲にしよっか。今日のこれのサティつながりだから、サティのルノシエンの演奏を。じゃあいいですか、撮影させていただいて。ありがとう。すごいね、すごい、すごい何なんですよこのサプライズは。すごいんだけど。え、これはもう今日使っていいってことですか。じゃあここでそうします。Thank you.
はい、甘すぎる。これはこれ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 はカット、これ NG シーンいける。